こんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて、今回はですね、まず最初に一つお知らせを話させていただきまして、それからですね、コロナウイルス対策として家庭菜園をしましょうという話、それからじゃあ家庭菜園をやるとね、農家の人にとっては良くないんじゃないか、どうなのかという話、このね、3つの話をさせていただきます。今回もですね、ぜひ動画を見る前にチャンネル登録よろしくお願いします。はい、まず最初のお知らせなんですけれども、おかげさまでたくさんの人にですね、こちらのチャンネルを見ていただいております。どうもありがとうございます。それでですね、これまではいろんな動画をね、もう全部一つの再生リストというものに入れて管理をしてました。で、再生リストというのは、私がね、このチャンネルにアップしているこういろんな動画をこうまとめてグループ分けしておく機能のことです。で、これまではもう一つのものにね、全部入れてたんですけれども、最近これをカテゴリー分けをね、しっかりするようにしました。で、例えばね、どんな再生リストがあるかというと、いちごについて、トマトについて、家庭菜園について、水耕栽培について、再生野菜について、観葉植物について、それから組織培養について、こんな感じのね、再生リストがあります。私のチャンネルの方から再生リストというものを選んでいただくと、それぞれの再生リストを見れます。なので、例えば、いちご栽培に興味がある人は、そのね、いちご栽培の再生リストというのを開いてみてください。そうすると、いちご栽培に関する動画ばかりをね、たくさん見れます。ちょっとね、動画が見やすくなったと思うので、ぜひ興味がある再生リストを開いて、動画をね、見てみてください。はい、それからですね、それぞれの再生リスト、これまでね、私がどういう経験を持ってお話をしているのかについて、簡単に説明させていただきます。はい、まずはですね、いちごの育て方についてなんですけれども、これは私が大学と大学院時代に勉強しまして、それから今はね、仕事としても取り扱っています。同じくトマトに関しても大学院で勉強したことを活かして、今はね、仕事としても取り扱っています。それから野菜の育て方、家庭菜園についてなんですけれども、私がね、実家は農家ということもあって、子供時代から野菜をね、いろいろ育てていたこと、それから大学時代に自分の畑を持っていて、そこで野菜を育てていたこと、それからですね、JICA の青年海外協力隊の野菜栽培隊員として農業指導をしていたと、そのようなね、経験を踏まえてお話をしています。はい、それからですね、再生野菜に関しては、子供の時からね、例えばちょっと玉ねぎを植えてみるとか、ニンニクを植えてみるみたいなね、そういう遊びをしていた、そういうことがあって、それからですね、やはり JICA の青年海外協力隊で、もう種も苗も買うことができないというね、そういう貧しい農民に対して、どういうね、支援の仕方ができるのかなというふうに考えたときに、スーパーで売っている野菜をね、こう水につけて根っこを出させて、それをですね、苗として農家の人に供給すると。で、農家の人自身でも、そこでね、挿し木をして苗を増やしてもらって、ずっとね、継続的に野菜を育ててもらうっていうことをやってました。で、どんな野菜をそこでやってたかというと、例えば、空心菜とか、つるむらさきとか、そういう野菜をね、使ってました。なので、そういう経験を踏まえて、再生野菜についても話をしています。はい。それから、水耕栽培については、大学時代に養液栽培の研究をしていたので、その知識を使っているのと、あとは趣味としてね、例えばベランダゴーヤー研究所の片岡さんみたいな方からいろいろ教えてもらって、話をさせてもらってます。はい。それから、花、観葉植物、苔についてなんですけれども、子供の頃からね、私はそういうものを育てるのが非常に好きでして、例えば趣味の園芸という本がありますよね。私、小学生の頃、あの本をよくね、親とかおばあちゃんとかにねだって買ってもらって、そういう本を読んで、そのなんか、カタログみたいなのがついていて、通販で花の苗とか買えるんですけど、そういうものを買ってもらってね、育てたりしてました。それから私は大学時代、農学部に入っていたんですけれども、その中で入っていた研究室というのが、蘇菜花器園芸学研究室という名前でした。で、これどういう意味かというと、蘇菜は野菜のことです。で、花器は花のことです。なので、野菜と花について研究をする研究室に入ってました。私自身の担当はイチゴだったんですけれども、周りには花のね、研究をするメンバーがいたので、花についても多少の知識を得ることができました。はい、それから組織培養については、大学院時代にですね、イチゴの組織培養をやっていました。で、それから今はね、仕事としても取り扱っています。で、組織培養というのは、こういうね、瓶の中で無菌状態で、植物の組織を培養するというものです。で、これについてもね、過去に動画で説明していますし、これからね、また動画で説明していこうと思ってます。はい、このようなね、経験を踏まえていろいろ動画をアップしてます。で、それぞれのね、再生リストを見ていただければ、
関連する動画をたくさんね、見れますので、ぜひ見てみてください。はい、じゃあ二つ目の話題。感染症対策として家庭菜園をやってみましょうという話です。この動画を撮っている2020年の4月下旬はですね、新型コロナウイルスの問題で世界中が大きなパニックになってます。日本でもですね、政府の方から外出を自粛するように要請が出ています。私もですね、普段は、日本ですとか海外、いろんな場所にですね、出張して仕事をするんですけれども、今はもう出張をですね、もうできるだけ控えるようにしています。まずね、野菜を育てることで、まあ、ほんのわずかなんですけれども、食料を自給することができますよね。なので、そのおかげでね、例えばね、スーパーに行く回数を減らすことができるんじゃないかなと思います。それから野菜や観葉植物を育てることで植物のね世話をすることができるので、それはねすごくこう精神的に安らぎを与えてくれるんじゃないかなと思います。ずっと家の中にいるとどうしてもストレスが溜まってしまったりとか、こうなかなかね気分が晴れなくてちょっと鬱みたいな感じになってしまう人も多いようです。でそういう時にですね、私がおすすめしたいのは野菜を作ったりとか、もしくはね観葉植物を育てたり植物をね育てることです。ですので、ぜひですね、この外出が自粛しなければいけない時期に、家庭でですね、できる範囲で植物を育ててみてください。ただですね、その家庭菜園を始めるために、たくさんね、こう、買い物に行ってしまうとか、通販でたくさん買い物をして、その流通網に負担をかけてしまうと、ちょっと逆効果になってしまいますので、やはりね、こう、身近で手に入る範囲で、もしくはね、こう、日頃の買い物のついでに少しだけ買うみたいな感じで、できるだけですね、こう、感染症予防の妨げにならない範囲で楽しんでいただければなと思います。はい、次3つ目の話題。家庭菜園は農家の敵なのかどうかという話です。家庭菜園が世の中に広まると、農家の人にとったらマイナスになってしまうんじゃないかというふうにね、考える人もいるんではないでしょうか。確かにね、それはちょっと一理あるかなと思います。もしね、日本中の人が全部家で食べ物を全て自分の手で作ってしまうと、自給自足をみんなするようになってしまったら、その食べ物を作って売る人たちが必要なくなりますよね。例えば農家の人だけではなくて、農家の人も必要なくなるし、八百屋さんも必要ないし、スーパーマーケットも必要ないと。もうそういう人たちの存在価値がなくなってしまいます。ただですね、ちょっと想像していただきたいんですけれども、じゃあ本当にそんな世の中が来るのかというと、ちょっとね、それはやっぱありえないんじゃないかなと思います。なぜかというと、人間が食べる野菜の量って結構たくさんあるじゃないですか。まあ、お米とか穀物も含んだらもっとすごい量になりますよね。それを、例えば東京のアパートに住んでる人がこうベランダだけで育てられるかっていうと、もう絶対足りないんですよ。やっぱベランダで育てられるのって、プランター2個分とか3個分ぐらいしかないので、普通に東京で住んでる人にとって、こう食料をすべて自給自足するってことはもう不可能だと思います。じゃあ、地方に住んでる人だったらできるんじゃないかっていう話なんですけれども、まあ多分ね、地方に住んでいて、すごく広い畑を借りているみたいな人だったら多分自給自足の生活はできると思います。ただですね、それってそもそももう元から日本にはたくさん存在している存在で、日本って兼業農家の人の割合がすごく多いんですよね。で、兼業の農家の人っていうのは、月曜から金曜までは会社とかに通っていて、まあ、土日だけ畑作業をするとか、まあ、そういう人たちがいまして、まあ、そういう人たちは、まあ、自給自足に近い生活をされていると思います。なのでですね、まあ、日本の中には、やっぱりこう、そもそも、まあ、家庭菜園と、農業をと仕事をこうミックスさせたような生活をしている人たちがすでにたくさん存在しているので、まあ今からね、なんか家庭菜園をやる人たちが、まあ多少増えたとしてもほとんど影響はないんじゃないかなと思います。なのでこうまとめるとですね、東京みたいな大都市部で完全に自給自足をするというのはかなり難しいと。で、それからじゃあ田舎では可能なんですけれども、もうすでにね、そういう生活をしている人たちは昔からいたので、なんかそれが急激に増えるみたいなこともないんじゃないかなと思ってます。はい、ただですね、もしその家庭菜園をしている人たちがその農作物を直売所などに売り始めるとちょっと話は変わってくるかなと思います。なぜかというとですね、こう昔からよくある問題なんですけれども、直売所の野菜の値段が安すぎるというそういう問題がね起こってます。で、これなんで起こるかというと、商売として農業をやっている人たちはあんまりね、こうものすごく安い値段で売るってことはしないんですね。なんでかっていうと、そこで利益を取らないと生活できないので、そういうことはしないんですけれども、例えばですね、もう家庭菜園で作っ
で余った野菜を直売所に売る、そういう方たちもいます。でそういう人たちにとってこの野菜ってそこでなんか利益を取らなければいけないものではないので、もう非常に安い値段で販売したりするんですね。そうすると家庭菜園で採れたものすごく安い野菜と農家の人が作った野菜、高い野菜、この2つが直売所に並ぶことになって、もちろんこの安い野菜の方がどんどん売れていってしまうと、この農家の人にとっては野菜が売れないので非常に困ってしまう、こういうことがよくいろんなね直売所で起きてます。なので家庭菜園で作った野菜を直売所などにね安い値段で販売してしまうと、農家の人にとって迷惑がかかるというか、マイナスなね作用が起こるんじゃないかなと思います。ただですね、直売所に野菜を販売するという話になると、もはやその人は家庭菜園とは呼べなくなって農家とか、もしくは兼業農家というね扱いになってきます。はい、ただですね、家庭菜園をやる人が増えることは農家の人にとって必ずしもマイナスではないと思ってます。例えばですね、家庭菜園やられている人にちょっと聞きたいんですけれども、結構大変じゃないですか、こう野菜を育てることって。例えば種をまいたのに思ったように芽が出ないとか、じゃあ芽が出たから植え替えてみたらすぐに枯れてしまったとか、でなんとかうまく野菜をね育っていたんだけれども、収穫してみたら、まあ、すごくなんかキュウリが曲がっていたとか、トマトがねすごく小さかったとか、イチゴがね全然甘くなかったとか、思ったよりもね収穫量が取れないとか、もしくはねなんか虫に食べられてしまったとか、病気が出てしまったとかね、いろんなトラブルが起こると思います。はい、そのようなねこう野菜を作ることの大変さを体験できるというのも家庭菜園のメリットだと思います。なので、まあ、家庭菜園を全然やったことがない人と家庭菜園をやったことがある人、このね2人がいたとしたら、家庭菜園をやった経験がある人の方が農家の人の大変さ、野菜の価値みたいなことを分かると思うんですよ。なので例えばスーパーに行ってキュウリがなんか98円で売ってたとか、人参がなんか50円で売ってたっていうのを見たら、もう家庭菜園をやった経験がある人にとったら、これめちゃくちゃ安いなと、こんなにこう曲がってなくて太くて全部綺麗な均一な大きさの野菜がたったこれだけの値段で購入できるっていうのは実はすごいことだっていうのを、こう家庭菜園をやることで発見できるというか気づくことができるんじゃないかなと思います。それからですね、若い年代の人が家庭菜園を通じてこう野菜を作る楽しみですとか、まあ、農作業の楽しみを知ることでこう農業をねやる人が増えると、こう担い手が増えるみたいな、そういう効果も期待できるんじゃないかなと思います。まあ、例えば私なんかは、まあ、実家が農家ということもあって、子供の頃から畑でこう遊び回っていたので、やはりね農業に関する、まあ、興味というか関心が非常に強くなって、それでまあ農学部に入って今もこう農業関係の仕事をしてます。なのでやはり子供もこう全然ね農作業とかしたことがなくて、こういきなり大人になってから急に農業をやりますっていうのはあんまりね多くないように思います。やはりこう子供の頃からなんか土いじりをしたりとか家庭菜園をしたりして、そういうね生き物と接することで大人になってから、あじゃあちょっとね農業もやってみようかなと、そういう人がね増えるんじゃないでしょうか。はい、というわけで今回は再生リストを作ったという報告、それからコロナウイルスの対策として家庭菜園を始めましょうという話、それから家庭菜園は必ずしも農家の敵ではないんじゃないでしょうかという話をさせていただきました。はい、今回の動画面白い役に立ったと思ったらぜひいいねよろしくお願いします。それからですね、質問リクエスト等ありましたらぜひ下のコメント欄に書いてください。これからもですね、農業家庭菜園などいろいろね園芸関係の動画アップしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。ではまた。